11PM 司会やりまして、当時は携帯電話ないんですよ。そうすると旧日テレの4階が控え室でアシスタントガールがいっぱいいるわけですよ、 11PM。 そうすると休憩時間に、まあ、彼氏に電話するんでしょうね、あのこう緑の電話が3台埋まっちゃうんですよ。それで僕もなんか電話したい時できなかったんで、いやちょっとしたら違う階にあるかなと思って1階降りたらあったんですよ。でガラガラなの。それをあるアシスタントの女の子に、あのねえねえ親切心で3階いっぱいじゃない、2階行くとね電話ねあるよ、関根さんが使えばいいじゃないですかって言われて、スーって天狗になれないよねアシスタントにバカにされてありがとうございますでしょ、司会者ですよ俺、斉藤さんと一緒にメインですよ、いわば大橋巨泉ですよ。ちょっと前の関根さんが使えばいいじゃないですか、スーもうちにプロデューサーとできてんのが分かったよ